おはようございます。ここでお待ちください。残念。80分か。ビデオカメラの占有権取り戻して、よし、つながれ。もうちょい上かな、このぐらいか。もうちょい、あ、オートフォーカスがオンになってる。これで大丈夫でしょうか。手動フォーカスにして、そう、まだ降ってないです。まだ青空があるぐらいです。ほら、おはようございます。今日の予報はですね、15時から18時の間だけ雨予報で、あと曇り予報なんですよ。だからもしかしたらまだ今日行ける、大丈夫かもしれない。で、今まだ名護市内市街地にいます。これから、あ、これ読み上げが PC の方に行ってるな。ちょっと待ってください。読み上げ出力先間違えた。この声は磯日踊りか。おはようございます。松井、引退ですよ。引退ですか。どこにいる。ロボさん、本当にすみません。すみません、まあ許さんでもない。あれ、どこだ、見えない。自動延長 OK。 あ、今回ですね、通常枠でやってます。FM エリーがもう見やすいし、電波もまた切れやすいと思うんで、全く寒くない。おはようございます。すごく生暖かい。天気ですか。本当に初夏って感じ。ゆっくり寝れた。ゆっくり眠れました。6時間以上寝たはずなのにまだ眠れそうだったな。このやかましい感じは人日踊り違いない。本当によく聞こえるの。どこにいるんだ。昨日から飲んで寝てません。酔っ払ってます。ごめんなさい。ごめんなさい、許さん。あ、いた。あ、メジロだった。そこにメジロがいる。ほっぺた黄色い、かわいい。写真写すからちょっとじっとしてろ。廃墟に泊まったの。廃墟ではない。よいしょ、メジロ、メジロ、愛らしい。下から見る小鳥は愛らしいな。ちょっと写真もう少し撮ってから。やった。今日は顔まだ見せてくれないんですか。顔、よし、撮れた。やっぱり酔っ払い嫌いなんですね。ごめんなさい。酔っ払いは好きではないかな。日本では、ね、酔っ払いは基本的に何やっても許されるような風潮があるのは、あまり飲めない人間からすると。ほれ、見えますか、羽繕いしてるメジロ。てるかな。ちょっとピントがどこのあたりなのかよくわかんないんですけど。かわいい。かわいいですよね。あれ、もういなくなったか。あ、いた。メジロがいます。そこ。そんなに動物が好きならシートン動物記読んじゃえばいいの。シートン動物記結構読んだような気がするんだけど、オオカミオロボの話覚えてないんですよね。逮捕。この手のやつは、野鳥保護の対象になってるやつでしたっけ。霞闇とかやったら最悪ですよね、確か。よし、じゃあ、あ、そうだ、あと今ここ出てたっけ。iPhone4、iPhone4、どこ行った。鳥持ちも禁止です。あ、鳥持ち。僕がどの辺まで喋っていいのかわかりません。喋っていいのか、あなたがそう言ってるのがよくわからない、どういう意味だ。なんか危険なこと言おうとしてるんですか。あ、出てますね。一晩中出てたのか。切れもせずに待機中で。今ここ行ってますよね。行ってますよね、これ。ハトロだから盗撮配信と聞いて
ハトドラから、ハトドラ、そういえばハトドラじゃない、ハトロダに、なんか延々と私のこの放送のスナップショット貼り続けてる人がいて、あれ私に対して好意を持ってるよりは、今日泊まりです、あれはなんか、その掲示板に迷惑かけて私に対する敵を向けさせようという悪意がちょっと感じられますね。じゃなかったら失礼ですけど、あれはなんか私悪意を感じてしまった。おはようございます。なので鳩田に貼り続けるのは自由ではあるんですけど、しないでもらえる方がありがたいな。よし、朝から温度と敏感な人間いて申し訳ないですが、温度いずれにせよ勝手に貼るってのは好ましいことじゃないよね。まあ、なので鳩は怖いよね。鳩はだから一部気持ち悪いとか書いてる人もいて、明らかに私に対する敵意を増長させようとしてますね。させようという結果になってますね。新車、私はこれ新車でもないかな。半年経ってます。黒いクロスバイク。あちらは黒と赤のロードバイクです。フェルト。じゃあ、行きましょうかね。10時半のフェリー乗ります。こっからフェリー乗り場まで15キロぐらい。うん。別ですか。なんか掲示板、でもどうしてもああいうのはできると思いますけどね。何らかのその匿名で、かなり悪口寄りの話題をやり取りする場所っていうのはどうしてもできると思いますよ。悪口寄りじゃない場合もあるけど、クロスバイク超高いですね。そうそう私のわっとった映像なんで、いやでもその人は悪意持ってるかどうかは私は感じてしまったけど、そうじゃないかもしれないし、ので朝の名越街です。半袖短パンで軽くいけるぐらいの気温です。私は12月だからさすがにちょっと寒いかなと思ったんですけどね。許されないよ。私はそれ好ましくはないと思うけど、禁止するのは無理だと思うな。やっぱ。おお。今度のことはもう忘れた。GoPro はオンになってないし。目線か。いや、気に続けてないって意味でですかね。あったか、あっちっち。ズボンの左の裾がクランクに引っかかる。輪ゴムで止めとくかな、後で。めちゃくちゃは言いません。まあ匿名の状態で自分に対してどれだけ、なんていうかな、どれだけ自分に対して誇りを維持するかっていうところかな。匿名になったから態度変わるっていうのが自分に許せるかどうか。わかります。徘徊おじさん。あれ徘徊おじさんってどういう話でしたっけ。廃祭ってなんだっけ。あ、沖縄らしいな。あそこのメニューの値段が沖縄らしいです。確かに足並みが。挨拶でしたっけ。え、男女で違う。勝ち組。ちょっとそこのメニューの値段皆さんに見ていただきたいんですけど、メンソーレ、それ ようこそですよね。メンソーレはあと、メンソーレは八重山じゃなかったっけ。ただ匿名になったり集団になったりすると人の態度って結構変わるんですよ。どの辺りがいいかな。この辺りがいいか。ほら、町の食堂ってこんな感じなんですよ。見えますか。ほら、ここなんか一律料金っぽいな。おはようございます。
定食大体500円ぐらいですね。500円割るっていうところもかなり多いはずですよ。あ、そうだ、写真撮ってなかった、写真撮ってなかった。あ、会いたいの間違い、わらわら、会いたい、第1回にランクインしました。ワンコインか、ワンコイン、そうですね。いいかな、今ナチュラルにワンコインって犬がいますって意味かと思った。ニコ生芸能界のことは分からん、分からぬ。ワンコアウト、ワンコアウト、ワンコイン。本当の心じゃないという見方もありますね。心、うん、そうなんですよね。まあ、匿名になると、やめとくか。いつも引き合い出すのは飲み会の後でみんなで、歩道にたむろって道路塞いでるっていう、あの状態を誰もなんか恥ずかしく思ってないっていうのが不思議なんですよね。人間集団になると本当に周り見えなくなる。すいません、ちょっとこの辺り過剰反応すぎるかな。で、昨日とはまた違うルート通って運転校の方に向かいます。泣き人村運転校、今から伊是名島ってとこ行きます。いらっしゃい。まあ今日普通仕事納めですかね。船乗ります。うん、社会問題何の話した。まあ大体今日金曜日までですよね。これ左それて、スルー、高級車、私から見ると車の高級かどうかわからないんですよ。本当に車のこと興味ないから知らないんですよね。最近プリウスが大体どんな形か特定できてきた。あと音で分かりますよね。高級車はベンツ S クラスとかアウディか、アウディって聞いたことあるけどどれがアウディか未だに分かってないです。昔公園のベンツであなたにアウディとかいうこと言ってた人がいたな。二輪か、あ、バイクってことですね。わらわら、よし、ギャグ、わら、いや、今のは自動車消化の替え歌を勝手に考えたミスターの弦ですね。無分7、超ミスター的な。もともとは自動車消化っていう、あ、でも歌詞覚えてないな。で、さらにそれを、まあ、替え歌じゃなくて、今和の清志郎が歌ってた自転車唱歌とかですね。あれ、昔よく覚えてないな。なんだっけ。なんか、猫がコルナーゴとかいうパーツがあったような気がするな。おお、晴れてる、晴れてる。今日から雷雨って聞いてたのに。乗り乗り、むちゃくちゃ小さくなりますよね。静かに、あんまり静かしてないじゃないですか。今日は、ちょっと山っぽいとこ通るんで電波切れるかも。港までの間も押す。確か昔通ったの知らなかったかな。下手したら砂利道かもしれない。ここから運転口までほとんどまっすぐ向かうような、少し山っぽいとこ通ります。うわった、ダメだ、引っかかる裾が。ちょっと輪ゴムで止めとくか。
今はこれ十分泳げますね、この気温は。ちょっと左裾が今クランクに引っかかってしまうんで、ちょっと輪ゴムで止めていきます。輪ゴム。孤独のグルメにも最終回見ましたよ。あ、やってました。そうか、年内に最終回か。そんなに暖かいのか。本当に暖かいですね。今日アンダー半袖にして、一応ジャージは長袖着てるんですけど、暑い。人は勝手に宿取ってレイランとか言う人だよ。何とか言う人。よいしょ。今何の話してるんだ。輪ゴムでちょっとだけ裾を止めて。よいしょ。孤独、孤独が好きというか、好きなのかな。よし、オッケー。おはようございます。ああ、半袖で十分だな、これ。ちょっといいですか。ねえ、ロボさん、和骨です。お、いらっしゃいませ。今から高橋さんが脱ぐので、楽しみください。オラちゃん、荷物重くない？荷物は結構あると思いますね。体につけてる分も大きいし。お、下は半袖？お、半袖だ。あ、おはようございます。ありがとうございます。血が引いて、こう、暑いね。そうですね、なんか一瞬セーターみたいなのが見えた。ちょっと暑いかなって思います。ショップのチームジャージかって聞かれてますね。ショップってキューサイクルキューブですよね。あ、この白青のやつか。レーシングキューブって書いてある。レーシング立方体。ロボさん、おはようございます。あ、おはようございます。飛行機で来ました。おはようございます。一応どうなんだろう、本名高橋さんも別に隠してなかったと思うけど、あの、好きな方で呼んでください。自転車の服って高いの？自転車の服はですね、ジャージはどうだろう、5000円から1万円ぐらいしますかね、こういうやつは。高橋さんのが安い。高橋さんのが。沖縄暖かいですか？沖縄本当暖かいです。半袖でやれるぐらいですからね。この格好です、12月に。今暑くて脱いだとこです。私は腕まくりしただけなんですけどね。本当にここまで世界が違うとは。あ、緑のパナソニックはフレームにひび入っちゃいました。今アルミのクロスバイクです。これもだいぶ汚れてきました。埼玉、雪か。名人か。16年代の人。真夏の沖縄がどんだけ暑いか想像できる。真夏ですね。私、夏の沖縄怖くて来たことないな。てか、やっぱ自転車で走るんだったら、真夏で沖縄っていうのは泳がない限り、泳ぎ目的じゃなかったら夏の沖縄ってあんまり適してないような。いらっしゃいませ。北海道夏っていうのはよくあるけど、なんで沖縄夏なんだろうな。あと、よく見たら本当にすごい、すごい荷物ですね、ポケットの中含めて。ヒップバッグが本当にヒップの方に行ってる。ウエストバッグが完全ヒップバッグに。よいしょ。2人で、そうですね。よいしょ。来月には、こっちは桜って咲くんだったっけ。桜見たことないな、こっちで。前2月3月に来ましたけど。よし。沖縄は今20度超えてんじゃないかと思うんですけど。あ、半袖で。気温多分これ20度超えてると思いますよ。昨日の夕方よりもかなり暖かい。なんで朝の方が暖かいんだ。
インターネット無料アパート。1月ですか？1月です。マジですか？本当に20度超えてる感じですよ。はあ、沖縄は知りやすそうだな。お、なんか半袖で高橋さんがすごく気持ちよさそうにしてますよ。朝ごはんはちゃんと食べたのですか？うん、朝ごはんはですね、確かツイートを上げられたと思うんですけど、昨日スーパーで買って、三栄って教えてもらったスーパーで買ってきた、コメントで教えてもらったスーパーで買ってきた、お湯かけるだけの生沖縄そばと、あとそれに肉乗っけて、あと16貫600何十円の昨日買ってきたお寿司を、もう消費期限過ぎてますけど食べました。ん、沖縄何がある？あー、気持ちいい。アメダスでなお 22.3 度でした。22、やっぱりそのぐらいありますよね。えらい高いですよ。いくらうんとですね、交通費がなんだっけ、羽田那覇の間が18,000で、那覇福岡が同じぐらいだったかな。それで3万いくらですよね。で、福岡から羽田に戻るのが28,000だから、6万近く交通費かかってますね。フェリー代合わせたらもっといくかも。でそれプラス宿代か。昨日の宿は1人2500円でした。こっちは食い物と宿がやっぱり安いですよ。放送で見せ た食事はあんまり安くなかったけどな、今回。あんまり貯めてないというか、貯まってるけど。うん。10万ぐらいいきますかね。5度。うん。うん。その、1日自転車じゃないです。5日間です。そんなもったいないことするか。最低3日欲しいですね、遠征するときは。2日とかはないな。野宿、ああでも荷物持ってこなきゃいけなくて、結構めんどくさいんですよ。移動するたびに宅急便とか併用しなきゃいけなくなるし。そんなんで、そもそも沖縄に行って戻ってくるだけで一番安くても3万ぐらいかかりますからね。そう、宿すごい安いです。で今日の宿は昨日泊まったビジネスホテルに比べるとだいぶ高級です。一泊二食でなんと4500円、素泊まり2500円よりも高い。いや高いとは言い切れないか、比較できないんだから。で今日の宿は伊是名島っていうところの民宿で、なんかおばちゃんが一人でやってるところらしいんですよ。うん、まあ行きます。ブログで伊是名島の民宿探してたら、島のおばあというかお母がやってて、で16時半のフェリーで客が作ってるの分かってるんだけど、夕方6時ぐらいまで婦人会ってのに行ってて、家が完全に開け放しになってて誰もいない状態だったとかですね、面白い話がいっぱい書いてあったので、そこに昨日の夜予約しました。まあ電話したんですけどね。で電話したらやっぱりその記事から想像される通りのおばちゃんの話し声でした。食事は本当に家庭料理、いわゆる家庭料理っぽいやつだと思いますよ。クラクション、いや今までに鳴らされたのに気づいたのは10回もないぐらいじゃないかな。ほとんどないですけどね。私は路上では車はあまりなんか敵視してないです。最初から敵とみなして考えてるのもどうしようもないんで。私は飲まなくても地元には溶け込むよ。おはようございます。地元、ああ。私も飲めないけど。伊是名島、伊是名島、本部半島の周りの島をいくつか回っていこうと思って。あと伊平島だったっけ。伊是名島の隣にあるけど、航路は運転港から別に行かなきゃいけないっていう。あそこは今回飛ばしたんですよね。いやでもあっち側に行って伊江島は飛ばすという手もあるな。うん、まあ今日行ってまた考えますかね。あと伊是名島で何するかはまだ考えてません。お酒はどこ
とりあえず一周か。お酒、お酒はまあ適量っていう。潜りか。僕もそう思います。これはどこ通ったらいいんだ。片側ちょっと一応シャドウ行ったらいいか。あ、どちらか通らなきゃいけない。車避けるときたまにクラクション鳴らされるんだよね。うん、あ、それ私はないな。飲むならお酒は最高。お酒は癖になるんだよね。癖に、そうそう、なんかそこまで行ってしまうととは思うけど、お酒の美味しさってのは本当に理解できてないからな。ビーチで昼寝とかでも良いのよ。ビーチ。天気次第ですね。他に走ってるとよく考えたら、昨日はもうちょっと人いたかな。自転車の人、クロスバイクっぽい人が 3,4 人いたような気がする。ハブー酒で。そう、でもあんだけ人口の大半が楽しんでるお酒を自分が楽しめてないのはちょっと悔しい。と言って飲めるようになる努力は全然してないんですけどね。せめてちょっとでも美味しいと感じられたら飲むようになるんだろうけど。またあんたのせいなのか。体質は仕方ない。うん、体質ありますね。あと3分了解です。泥酔して転んで肋骨4本折りました。泥酔。なんか歌ってるな。歌う幼稚園、歌う園児たち。残り3分くらいです。結構登ってるな。いかんか。あ、今日はあの一般枠を取り続けます。もうすぐ名護パイナップルなんとかがある。本格にありますね。あ、おはようございます。スピーカーで聞こえてます。周り聞こえてます。3分後にまた次枠を別に取ります。結構起伏、あ、起伏か。あ、無理はせずに、ある程度以上きつくなったらそれ以上負荷上げない。そうですね、割と。今標高が50メートルぐらいまで登ってきたかな。今日はピーク130まで行ったら、あとはだいたい下り。お、食事処石川さんち。タコス、タコライス、そば。石川さんち。朝全くですね。雨の中これ移動は。お、トゥー味の食卓。TQ か今の。重量このようなタコライスはタコスの具が乗ったご飯って感じですよね。タコスの皮的な要素はないはず。ふう。あ、お疲れ様です。じゃあ別枠取ります。一旦向こうに渡って、歩道に上がってから。タコライス焼き飯じゃないんですよね。ご飯生じゃない。酢ですよね。酢ご飯。酢飯って意味じゃなくて酢のご飯。その。お疲れ様です。
もう汗出てきた。タコスの具が乗ったライスですよね。レタスとかも乗って。じゃあそろそろ、結構多いみたいですね。ただいまロスタイムです。あ、ロスタイム中か。じゃあちょっと次枠取ってきます。よいしょ。ええ、あの予約枠じゃないんで、予約枠じゃなくて一般枠なんで。あ、じゃあちょっとお身に寄せていいですか。あ、わかりました。あ、じゃあサンピンチャーのボトル、あのペットボトルお願いします。汗が、今回山とかないからバンダナ的なものいらないかなと思ったら意外といるかもしれない。この額の方から汗が落ちてくるので。しかしここまであったかいなんて。いらっしゃいませ。そうで、よし、じゃあまた一枠、これで30分ですね。いらっしゃいませ。今あのホラフィーさんには走ってもらってます。このファミマの中に今サンピン茶買いに行ってもらってます。おはようございます。なんで言えない。おはようございます。私が枠取ってる間に買い物に行ってもらって、やった。こっちのファミマは沖縄的なものあるのかな。あれプトプトですか。電波悪いか。あ、チュラ海沖縄2013センチュリーラン、センチュリーコースと氷島桜コース100キロとスイーツコース60キロ。うん、カード、そうですか。うん、米重が見えてる。米ビュー、いや、あの読み上げしてるだけですね。予約枠はあの今日はまた切れ切れなるかなと思って、あのいつ切れてもいいように、悔しくないように一般枠でやってます。ストップとか、あと FMLE が途中で繋がらなくなりやすいんですよね。なので枠取り直したら FMLE また復活できるんで、もう一般枠でやってます。あ、これあれだ、米軍なんたらかんたら、じゃあ分からんな。いらっしゃいませ。あれ B2 ですね。 B2 ステルス爆撃機ですね、あのシルエットは。で、向こうにいるのが、いらっしゃいませ。あれは何なんだろうな。私は飛行機の方は古いのよく分かんなくて。うん、沖縄暑いです。汗ばんでます。映像いってないか。あとこの曲はどっから、あ、これパイナップルなんとかから来てるのか。名護パイナップルパークかなんかかな。お、映像、今電波悪いらしくて残念ながらこれ見えてないんですけどね。そうなんですか。ありがとうございます。これは150ですか。150円。あ、いいです、いいです。あ、じゃあまたなんか別のタイミングで。
いらっしゃいませ。真っ暗なんですね、今。で、ホラッキーさんは、あの、グアバ茶っていうのを、グアバ茶。買ってますね。そう、確かグアバって、なんとか、30% のジュースとか 50% のジュースとか、あの、昔、国頭の道の駅で、濃度によって違う種類売ってたのは思い出すな。手半変えていいですか？手半変えていいですけど、私は小手半あんまり覚えてないです。すいません。毎日の健康対策にグアバ茶。パイナップルなんだろうな、あれ。パインカステラ。ガリガリ君探しに行きましょう。ガリガリ君、まだガリガリ君ありますよね、今コンビニには。ガリガリ君はもう何年以上あるじゃないですか。ええ、今の時期はソーダとかじゃなくて、もうちょっと高級っぽいやつ売ってますよね。ありえますね。何だったかな、最近。あ、そうだ、小豆金時かなんか売ってた。ガリガリ君はここ数年の夏でものすごい売り上げ伸びてるはずだから。あれ食べました？いや、残念ながら。しかし電波悪いのに、それをイラつくコメントすら来てないな、なんでか。パイナップル、なんだ、パイナップル読めない。パークか、パークだな、多分パークだ。謎パイナップルパーク。ファミチキ買わなかった。もう朝結構腹いっぱい食っちゃったんですよ今日。あの寿司、昨日の残りと、残りって半分以上あるんですけどね、寿司とあの沖縄そば、カップ沖縄そば生タイプ、これ前来たとこだったかな、確かこの辺りのどれかのなんたらパークに昔寄ったことがある。フルーツランドだったかな、トロピカルなんとかじゃなかったかな、確か。ここにもローソンがある。パインカステラ押してるな。通常配信にした方がいいかな、これは。ダメだな。よっと。昨日の人が沖縄にはガリガリ君を来ないって言ってたけど、本日から。ああ、どうなんだろう。見てみてもよかったな。コンビニ駐車の時でも盗難が怖いな。駐車、うん。カバコ、ラグすごい。あ、オスプレイベイエ、帰る。帰る。盗まれることもあるみたいですね。ナスっていう漫画にもその描写が出てきます。ああ、下る。おう、電波ダメか。
飛躍してきたな。お、なんかヘリオっぽい匂いがする。ですよ、うん、今通常配信にしました。沖縄は自転車がものすごく下げやすい、潮風があるのかな。あと雨は普通に多いでしょうからね。中山分校、分校か。お、ジープパンクしてるけど、真っ暗か。コメントだけは来てるのにな。あ、ハブマングースショーのところか。ハブ対マングースのショーなんてある？そうそう、これ大昔からあるはずですよ。でも実際毎回どちらかを殺してるとは思えないから、どういうのなんだろう。うん、マジか。ということは何か別のことやってるんですかね。でもはっきり書いてあるしな。昔々っていう店の名前なのか。よく見たらハブ対マングースじゃなくてハブ&マングースショーになってなかったか。あるみたいですね。あのハブ対マングースじゃなくてハブ&マングースショーじゃなかったですか？だったように見えた。2つ目の看板見たときに。どう&なのか分かんないですけどね。多分ハブ対マングースが愛護法で禁止されましてみたいな裏話も言ってるに違いない。ショーの中でハブさんがどうしたの。お、ハブ&マングースショー。車エビってこの後よくあるな。あと島ドーナツ。うん、やっぱりハブ&マングースショーだ。本当だ、ハブ&マングースショーだ。ロボさんは将棋も強いですか？将棋強くないです。この先のあそこがピークか。名護大学なんだろう。焼きプリンパイ、焼きプリンパイだと。お、麺販売ってことは製麺してるのか。
せか。11時開店。私はまだやってんのかな。結構車多いな本当に。もう少し先でピークだ。ちょっと待った、何の話だ。じゃあ C8F。ここから右かな。ふう、暑い。参った、声言ったのか今。わらわら。34歩。4歩。AD9 の角。はい、そう、中山さんから、結構中山のあの蕎麦屋さんもありましたよ。でさっき麺販売って書いてあったから多分製麺してるとこだと思います。ああいうとこでも食ってみたかったな。あ、桜祭りが1月に。すごい。伊豆のあの何桜だっけ、河津桜よりも早い。確かに電波悪いね。電波悪いですね。今中山交差点です。とこっから下りかな。あ、前菜売ってるな。ふぅ、子供が犬散歩してる。うん。あ、涼しい。
か、桜祭りはあと2、3週間ってことか。沖縄に生活費はとりあえず安そうですよね。夏はむちゃくちゃ暑いんだろうけど、よいしょ、泣き人村入りです。泣き人の名が読めないですね。今と書いてな。うわ、そばの店だ。食事どころか。お、年中？あ、年中無休、無中じゃなくて無休玉って書いてあった。あ、来ました。今の野球部員の、あ、またいた。これアグーは確か豚ですよね。泣き人アグー。なんかみんなネタ T シャツっぽいの着てるな。おはようございます。あ、はい、ございます。人はどうですか。人前年少野球部員みんななんかネタ T シャツ着てるんですけど、まあネタというのはちょっと違うかな、はい、あ、通常配信にしました。あの完全燃焼のショーが笑いだったり、これから伊是名島ちょっとこう遠くからズームで顔がわからないうちに撮っとこう。やった、野球魂。ああ字が小さくて見えなかった。ここはみかん狩りできますよ。え、みかんやってるんですかこの辺り。あとダチョウランドっていうのがありますね。確か前も見たことあったかな。お、あれは T シャツじゃないな。っていうか T シャツ脱いでる、暑くて。ダチョウステーキ美味しいですよ。ダチョウステーキ、ダチョウ肉っていうのは、あの鉄鍋のジャンって漫画で嘘っぽいダチョウ肉のうんちくいろいろ見たけど、あれはどのぐらい本当が入ってるのかな。野球ダブル笑、そう野球、おもろい野球。T シャツ脱いでる、暑いんだやっぱり。何キロ走ってんだろう。この辺り走ってる時点ですでに5キロとか10キロは走ってるような。あ、松井引退なんか今朝聞いたかな。エリック不審者が野球少年に声をかける事案、声、いや、まだかけてないです。ただ追い抜いていった時になんだあのカメラって言われてると思うけど、なんだありゃって言われてると思う。日野翔平かって言われてると思う。いや、言われてないか。無翔平さんはあのこういうスタイルじゃないですからね。あの人はなんかあのレゲエっぽい格好で走ってますよね。レゲエ、レゲエ、私の頭の中のレゲエ。うん、牛肉チキン、あ、結構いい感じですね。それはなんか美味しそう。泣き人上司は明日寄りたい。雨の中だろうけど。お、まだまっすぐだな。あれは五ヶ山って読むのかな。エルパライソ、ここか。それと、自分にのやつか。
掃除2000年あれタクシーか、介護タクシー、普通のバンに、バンをタクシーに転用してる感じなんですね。あれレゲエじゃないんですか。あれは私の頭の中でレゲエってああいう格好なんですけど、あと髪の毛をなんかあのボテッとした感じに編んで。沖縄はまだ名護周辺しか回ってないです。今回は本部半島の周りの島を回るつもりです。トンネルズ、トンネル、これ五ヶ山でいいのかな。五ヶ山、あ、意外と長いな。通常枠です。延長はないです。だから無理かな。うん、工事してますね。意外とあと明るいな、このトンネル。雨なら、あ、温泉あるのかな。まだ来てる。はい。あ、中に、はい。なんで来てんだ。確かに出入り口は見えてるけど、よく来るな。GPS は電波ないぜって音がした。いや、叱られてない、叱られてない。あの、コーンの内側走ってくれっていうことみたいですね。もう車が向こうから走ってこられるように。通り橋は昨日渡りました。タイムシフトが多分残ってると思います。ゴーヤ食べれますか？で、タイムシフト見るための、あの、何時に何が起きたっていう、あの、時刻指定したリンク集が、あの、コミュニティの、お知らせの URL 先に書いてあるので、タイムシフト視聴用イベントリストってやつを作ってるので、昨日の分は昨日の夜に作ったのでもうできてます。あれはネタ T シャツで普通のやつですね。努力って書いてある。あ、叱られた。叱られてないって、叱られてないって言うとろうが。ああ、また日が出てきた。この12月に行って、またしつこいけど12月に坂から下ってて涼しいっていう感覚が素晴らしい。ん？ん？鴨居駅？さんで、あ、また電波悪いのか。だからスラローブ走行しろと。あ、この辺りで右だ。あ、すいません。この辺りかな。からちょっとシーナグスク、グスクは城って意味だけど、シーナってなんだ。いや、予定ルート通りの道をまっすぐ行っ、うん、やっぱりまっすぐ行ったらちょっとまずいかな、これは。で、トンブロックって豚ブロックってことですかね。どうなんですね。大量受注 OK、 大小あり。やった、大量って言ってたらブロックでしょ。ええ、音だけ来てる。あ、音だけ。今はですね、県道それて、あの、港の方に降りる細い道に入りました。もうすぐしたら国道に出るから。県在的な、県在、トンって1トン2トンのトンって。ああ、1トン2トンの、なるほど。どうだろう。確かにでも製造って感じですよね、あの表示は。ん？揚げ、何？揚げちゃび？道はあっちか。あー、ローカルドいいなあ。川、あ、結構水きれいですね。やっぱりハブとかいるんだろうか。ん、今のは北山食堂と書いてあったけど北山だな、確か。前この辺りの高校。あ、ハゲチャビンか。
今はトラックというか軽トラの後ろに北山食堂と書いてあったけど、確かこの辺りのやつは北山って読むはず。北山高校っていうのがあったはず。ああ、なんかこういう道やっぱりいいですね。いいですよね。食堂とかより。なんか何らかの鳥がいる。そうそう、これが何の鳥か気になるんですよね。ヒヨドリ。大きさはヒヨドリぐらいなんだけど、ツグミとも違うし。今23度ぐらいかな。もっと行ってるかも。声行ってますかね。だから坂登ってると暑いんですよ。汗出るんですよ。はあ、お疲れ様です。枠終わりか。次は港に着いてからしようかな、枠取るのは。声行ってるといいんですけど、次は港に着いてからにしようと思うので10分20分空くと思います。一応終わってからツイートするか。20.2度。なんか朝の名古屋が 22. 何度だったらしいです、記録では。ああ。伝承菊、ハウスが必要ない伝承菊。配信が終了しました。終わった。ちょっと次枠はもう港に着いてからしようと思うんで、ちょっとツイッターで書いておきます。よいしょ。あ、10分20分じゃ済まんかも。電波悪いいので、次枠は運転港に着いてから取ります。3分後じゃない、くらいいかな。よし。まあみんながツイッター見てくれてるわけじゃないんですけどね。よし。ハイビスカス。あ、おはようございます。また汗が引かないな。これはショートカットする道はないんだよな。いや、あるか。いや、やっぱり、まあ、ほとんど変わらないですよ、テーブル通りで。これ国道って言ってもだいぶ少ないな、交通量は。これ雨が降った後とかだと結構なんかスパイシーな匂いがしたりするんですけどね。あれはヤンバルの方だけかな。なんか南国っぽいっていうか、明らかに
関東とかの方じゃ何匂いがする、雨が降ると。ハイビスカフェ、雨底小学校、底っていう字が使ってあるのなんかすごいな。でも瀬底島ってのもあるしな。あそこか、運転校の表示あるな。ここから自転車旅行者が、フォーサイドかな、すごい荷物。すごいパニアの人がいる。でかいですよね。でかっ、トラミーティングすごいな、タイヤも太い。うん、どうぞかな。こんにちは。荷物すごいですね。旅行ですか？え、旅行です。これビデオ撮りながら。あ、ひょっとしたらあの、ええ、NHK のあれですか？いや、ええ、でもまあ似たようなことやってます。今止めてるんですけど、こっちのカメラの方であのインターネットで放送しながら走ってたんですよ。あ、そうですか。ちょっと今ここ電波ないんで繋がってないんですけどね。へー、おー、フレームがすごい、キャリアが重すぎるんですよ。ちょっと荷物積みすぎてますね。これはなんかあのオーストリッシュとかの一番、あ、じゃないですね。いや、もうあのこのこれを買った時に、このバイクを買った時に、あ、グレートジャーニーのやつですかこれ。はい、あ、こういうバッグなんですね。前と後ろ、ただちょっと大きすぎますね。あ、ですか。はい、後ろテント装備だ、ま、後ろと前つけてたんですけど、前つけるともうちょっとブレるんですよ。あ、だからもうちょっと前外して今回は後ろだけの荷物にしました、ね、ブレるとなんか重くてグニャングニャンなるような感じですか。はいはい、ああ、なりますよね。ちょっとあんまり固定しないんですよね。うん、そしてあまりに重すぎて、ちょっとした坂でももう、これでも結構重いんですよ、後ろ。まあ荷物が荷物ですからね。こんな坂でもですね、ちょっとそこ坂があったんですけど、ちょっと大変でした。え、どのぐらい回られてるんですか？今回は南西諸島。あ、じゃあ、八重山の方も含めてですか？あの
与論から沖縄に来て、沖縄の那覇に来て、それからずっと北上してるんです。ちょっと一周して那覇に帰って、それからちょっと周りの周辺の島行こうと思って。あの久米島とか。で、本当は宮古島に行きたいんですけど、宮古島は行けないんですよね、風邪では。あ、そうなんですか。あ、ちょっと行ったことなくて。宮古島はちょっと思い出の島なので行きたいと思ってて、まあ、来る前にインターネットで調べたんですけど、現在旅客はもうダメで、荷物だけは貨物はいいみたいな。なくなってるんですか。なんか今そういうふうに書いてありました、ね、あそこはなんかトライアスロンの聖地みたいに言われてますよね。30年前に実は出たんですよ。あ、そうなんですか。だから思い出の地なので。30年てか、そんな前からあったんですね。ちょうど30年前がですね、2回大会ぐらいだったと思うんですけどね。第2回か。2回大会。すごいな。2回か3回かだったと思うんですけど、60超えて、ちょっと60超えて定年したもんですから、ああ、いいですね。夏はちょっとこう、車で日本百名山をしてきてたんですけど、100冬は、こっちハブがちょっと活動が低下するだろうなと思って。あ、そんなに危険なほどいるんですか、夏は。夏はそうですね、夜行性なのでどこそこ。ただ、まあ、町にはほとんど出ないみたいですね、沖縄にいてハブを見たことがないという人は多いですね。あ、なるほど。北海道のクマみたいなもんですね。そうですね、クマチは百名山を行ってる。そうか、そうですね。月の輪クマに出会いました。月の輪の方がまだ小型だけど、人間としては危ないですよね。あの、岸は荒いですね。あと、去年は北海道4ヶ月かけて行ったんですよ。わあ。で、知床半島に行った時にちょっと熊の遭遇の危険性があってですね。あそこむちゃくちゃいますよね。私あそこなんかゴムボートツアーでちょっと上陸した時に、あの目の前まで来ました。 あそこは多いんですよ、で、ある区間にあのあとヒグマだから大きいんですよね、で、アリがいっぱい出る地域があるんですよ、でヒグマはですね、アリを食べるんです。なんかあのビタミン酸みたいな感覚で食べるんだと思う。ギ酸って食べられるんですかね、あれは。アリの酸ですよね、多分。そういう、まあ、食料と、いや、一般的な食料じゃなくて、なんか味がでそういうのが分かるんですよね、ビタミン的なのが。ミネラルというか、アリの出るところに頻繁にして下るときに登ってくる人が、そこで見たと言われるもの、なんか朝晩がまずいらしいですね。あの夜行性で朝早くと夜遅く、ちょっと夕方ぐらいから、大変ですね。今日これからもうずっと北上して本島回られるんですか。島に行って、島にずっと行って、今度はまた島、まあ、島じゃないですけど半島みたいなあれですかね。あの八ヶ島と小売島ですよね。あれ島ですかね。橋がありますよね。あります。あって、またこう橋を渡ってまた 北部に行けますよね。八ヶ島っていうのはちょっと大きめの島があって、それはこっちからと、あと、ですね、どこだっけ。ここはもう、じゃあ、今、絶対一つ越してきてますね。便利ですね、それ。これが八ヶ島、現在地がこの青い 三角形のとこで、ここから八ヶ島に渡れますね。で、八ヶ島から2、3キロある橋を渡ると小売島ってとこ行けます。まあ、これ本当小さい島ですけどね。あ、じゃあこう行ってこう行ってまた引っ返して、ここからこうも来れます、こっち抜けられます、ここも橋があったんですね。小売島ってなんかドラマとかで有名になったとこみたいなんですよ。あ、そうですか。で、南側ちょっと斜面に市街地というか集落があって、反対側山の方までぐるっと一周回れるみたいなんですよ。そうですか。昨日市街地のとこだけちょっと行ってきました。それ便利ですね。それ電源はどんなするんですか。あの、炭酸電池で丸1日いけます。炭酸2本で。あ、電池で使えるんですか。それ電池で使えるのはオプションで別にある。あ、それセットになってるんですか。これです。あ、そうですか。エネループで丸1日20時間ぐらい大丈夫です。いいですね。で、今日これからこの伊是名島っていうところに船で行ってきます。そこは確かハブがいない
ここでしたかね、確かこれあたりのどれかがそうですね。ようこそハブがいない、あ、そうそう、伊是名が確かいなくて、すぐ隣の伊平島の方はハブいるんですよ。あ、確か確かいなかったと思うんですよね。ええ、あ、便利ですねそれ。そう、これ地図は車には普通ナビがついてるけども、ええ、自転車までは高いもんだからもつけてないんですよ。最近どのぐらいですかね、2万ぐらいで出てますかね、こういうの。あ、2万ぐらいですか、ええ、これは3万弱ぐらいなんですけど、ただ最近はこう電波さえあればもうこっちの方でなんとかなりますね。ケータのフローやつの、うん、これもまた偉い外交ある人ですね、うん、これもあの半分というかほとんどギャグみたいなもんで、ネタですね。どうやったらこう笑いを取れるかなと思ってライト増やしたら笑いは取れるんじゃないかと思って、あのブルベっていう、ブルベっていうあれご存知ですかね。あのうんと長距離を走る競技があるんですよ、あの、はい、200キロ、300キロとか、はい、長いと600キロぐらいとか、はい、自転車でそうですね、うん、で、一応制限時間があって、はい、15キロ、1時間あたり、1時間あたり15キロぐらい、うん、で、平均時速ですか、うん、ただ、それはちょっと厳しいですよね、うん、まあ、休憩とかも全部入れてるでしょ、うん、で、うんと距離が長くなると、もう夜通し走るのでとか、そうですね、はい、で、すごい真っ暗になった明かり一つのない山道を走ったりすることもあるので、うん、ライトを強力なのをたくさん積んでこないと結構危ないんです、でもこれ全部同時っていうのあるんですか。普通同時はつけないですね。普通半分ぐらいずつ使ってますよね。大体あの2本ぐらいずつつけて、あの電池がなくなってきたら次のように切り替えてってやってると、うん、あのなんだ途中で電池交換する手間がなくなるので、うん、っていう使い方してます、ね、そういう競技があるんですか。はい、かなりマイナーな競技。あれフランス発祥でしたっけ。フランスが発祥の競技で、うん、まあ何でもありですよね。この前はちょうどテレビで会ってて、まあ、あの山にも登るもんですから、うん、興味があったんですけど、あの、日本海側から、うん、あの山をいくつも越えて、うん、そして、太平洋側に、うん、ああ何つったっけな、トレイルランみたいなのがあるんですよね。ん、自転車じゃなくて、いやもう山登り競技、山登りで、山登りというかトレイルランというか、途中途中、まあ、チェックポイントがあって、トレイルランもされてるんですか今。え、トレイルランも、いや山登りですね。あ、山登りで、はい、もうトレイルランもう年ですからいけません。で泊まりはどんなしてらっしゃるの。ああの今回民宿ばっかり泊まってます。あ、2000円ぐらいで、あの素泊まりで2000円ぐらいのところに行けますね、ええ、こっちの方がやっぱ安いですよね、本州に比べたら。安いですね、うん、私那覇に来た時にですね、夜の9時ぐらいだったんですよ、なんか1時間ぐらい遅れて、うん、8時ぐらいだったから、もうしょうがないから、もう那覇、その時はもう予約しておいて、2000円のところ、でそれ泊まって。那覇をちょっといろいろ見るところがあったもんですから見学して、結果的に3泊しましたかね、その2000円の3連泊で、あ、2連泊かで、まあこっちに来たんですけどね。だから安いから3泊4泊しても、え、那覇から1、もう今日、何日かですよね。もう昨日は1日かけて、あの海洋博公園見学しました。もう1日かかるんですよ。あれ海洋博ってあの美ら海ですか。ここから、あ、こっちか、2、30キロですかね、ええ、いいとこですよ。あれ無料のところも結構いろいろありますよね。もう料金がいるのはジンベエザメがいるところ。そうそう、うん、でそれ以外にも見るところはいっぱいありますよ、ええ、確かジュゴンとかいましたよね。ジュゴンかマナティかなんか、もうあのイルカショーなんかでも無料ですよ、うん、でしたよね。でイルカショーなんかでも結構面白いです、うん、ちょっと、まあ、その気になれば触れるぐらい、うん、あそこおすすめですね。1日かかる、まあ、1日まではもうあれだけど、私ずっとくまなくどこそこ行ったり散歩したりします。確か8年前に一遍来た時見たんですけど、まだ人いっぱいいます。あ、多いです。あ、ずっと繁盛してるんですね。あそこはですね、沖縄の今一番の観光客呼び寄せてるところです。あ、首里城のこっちの方。そんなにいるんですか。はい、首里城がじゃあちょっと落ち目なのかな。首里城はそう、首里城も、うん、にも行きましたけど、うん、とりあえず赤いとこですよね。
いろいろ赤い、はい、まあ海洋博公園の方がおすすめですね、うん、私も生き物いる方が面白いんで、あのビーチがあってずっとこう撮ったみたいなのもあって、そこはなんかいいところです、ね、あの福木並木とかありますね、あビゼの、そこもおすすめしますね、そこもですね自転車でちょうど行くと面白いですよ、高速してこう歩いてですね、もうあのまあ、その気になればあの牛、水牛に乗せたやつでも回れるし、あ、そんなのやってるんですか、はい、自転車で回った方が面白いかな、うん、突端まで、ええ、じゃあちょっと10時半のフェリーに乗ります、あ、はい、あで、これ今ずっとビデオ撮ってたんですけど、お顔は映ってても大丈夫ですかね、あれだったら隠します、あのモザイク的なのかけて、あ、いや、構わないです、大丈夫ですか、はい、一応あのこういうのそのインターネットの方なんですけど、たどれる情報をあの自転車の趣味名刺に書いてるので、まああの別に見てくださいってわけじゃないんですけど、一応よかったらこれ名刺があって裏の絵柄がいくつかあるんですよ、で北海道とこれは秩父かな、これは神奈川県なんですけどね、北海道いいです、いいですか、ええ、どうぞ、すみません作ってない、いや全然対策して、一応こういう人撮ったりしてると、はい、あの後でたどれるようにっていうつもりもあってこんな作って配ってるんですよ、あ、そうですか、まあ、このロボっていう名前で、あのさん付けでロボさんで検索したらすぐに出るはずなんですよ、あ、そうですか、まあ、いろいろごちゃごちゃ書いてますけどね、はい、で写真はあの礼文島の方です、すみません、ありがとうございます、一応あの今ビデオずっと撮ってたんで昨日もあのその沖縄海洋博公園のところにいたら、4台ぐらいありましたね、自転車が、そういったサイクリストの自転車、あ、年末に回ってる人結構いるんですね、で昨日であのラジオ聞きながらあのあのしたらちょうどインタビューを受けてて、ええ、その人は全国を自転車で回ってる、あ、一周の人なんですか、29歳っていうことです、看護師さんで全国を回ってて、もうあのそれこそ10ヶ月ぐらいやったかな、うん、回り始めて、うん、沖縄で何件目、あとでちょっともう少しでもなんか日本一周できるっていう、日本一周もやりたいな、なんかここ仕事組になったら絶対やる、後ろにですね日本一周なんとかって書いて、ね、看板を掲げてなんかしてるみたいです、ね、結構そういう風にやってる人もいますね、確かですね、うん、私あの鹿児島から最初にあの桶選ぶ島に行ったんですけど、その時に確か自転車に乗ってた人だと思いますね、あ、会った人なんですか、あのそこにやっぱり自転車でこう後ろに日本一周って書いてあった看板があったんです、うん、年齢もそのくらいですね、うん、あ、放送やってる人じゃないよな多分、え、いや、あとはこういうカメラは確かここにつけてたかな、なんか放送しながら一周してる人もいたらしいんですよ、うん、その人ではないかな、その人もなんかこの間一周終わってたんで、うん、今からまあちょっとラジ民放のラジオでしたのであんまり、 あラジオの方でラジオ、はい、ラジオ聞きながらずっと回るもんですから、うん、退屈なのでじゃあ、はい、すみません、なんか止めてしまって、いやいや、すみません、じゃあ私こっち島の方に行きます、あ、我々もこっち行ってからあの運転口から渡るんで、あ、ね、じゃあ多分ちょっとしばらく一緒で動画的にはこれ見てる人イライラするのかな、放送でやってると間違いなくイライラされるんですけどね、まあ時間にたっぷり余裕見てたんで、今から10分20分で港着いて、まだ40分以上出港まで時間がある、邪魔になってるかもしれないから、いやいや、この状態で撮った方が撮るんじゃないですか、
ゃあゆっくり、うん、時間に余裕があるから、うん、アスライドしてきますねっていうか、やっぱり相当重そうですね。せいぜいあと 3,4 キロってとこですよね。そうですね、3キロもないぐらい、3キロ、うん、ぐらいかな。しまちすじのり、どういう意味なんだろう。島に渡られるってことは、ああこのすぐ先で分岐だ。その先の海沿い道がないから、うん、やっぱり分かれなきゃいけない。もうすぐそこで分かれてしまいます。あのしょ、あ、これだ。これか。なんか狛江、いや、シーサーなのかな。2.1 キロ。これか。じゃあ我々こっちなんで。八ヶ島へ直進ですね。じゃあ元気で、お気をつけて、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。よっと、よし、じゃあ失礼します。それ結局お名前聞かなかったな。そうでしたね。こういうのも旅の醍醐味です、これ放送やってたらみんなイラついてくるんですけどね、長く話してると。なるほど、難しいとこですね。うん、私も多分定年まではこの趣味やってるだろうから、定年したらいろいろ回りたいな。また定年まであと20年弱。海
どういう字書くんだろう、悪み。お食事お弁当。ですね。本当になんかあの寒いと だいたいあの体が緊張しっぱなしになるんで疲れますよね。それが全然ないですけどね。だいたい半袖で坂道下ってね、寒いをしなくて済むっていうのがね。今度から毎年こっち来ようかな。あまりにも楽すぎる。まあ、四国は四国で面白かったですけど、ね。うん。でも高知でもあの普通に寒いですからね。うん、やっぱりこっちは全然違うな。あと考えたら多分交通費はこっちの方が安いと思う、早く予約すれば。よし、運転こう。運転こう民間神運転公民喫茶ピカソ、うん、なんでしょうねこれ。確かにピカソっぽいけど、どんな喫茶店なのか気になりますね。あの生えてる手も気になるな。懐かしい洋食イタリアン。懐かしい。ここに。ん？なるほど。店の名前。あ、ここにいる。なるほど。まあ入るなのかいるなのか。あ、ワルミって橋の名前でもあるから地名なのかな。さっきあのカタカナでワルミっていう店があったから何が悪いんだろうと思ったら地名っぽいですね。ワルミ。窓のなんて金越しがすごいよな。ん？あ、どれがですか？ウムジャナっていうなんか標識があったんですけど、ええ、多分あれかな、陸上時代の、うん、名前がそれってことはそうなんでしょうね、やっぱ。お、鳩っぽい鳥がいる。てか鳩か。なんだっけ、琉球バトっていうのはいなかったかな、種類として。到着。
お、うわ、なんかネタとしてこういうのネタにすると失礼なのかな。いやと、えらい等身の高いアンパンマンが、あ、つまりルパンか。ダーマもいる、ダーマも。あのアンパンマンの等身がすごいですよね。でもどうだろう、書いた人こういうのネタされるとやっぱりムカつくもんなのかな。面白いと思うんだけど。でもネズミはちょっとまずいかもしれないな。まずいっていうのは、あれ本当にどのぐらいまずいもんなんだろう。ネタにされてるだけだと思うんだけど。ディズニー系は何でもかんでも粛清されるみたいなネタがあるので。でも土産屋さん、でも土産屋さんと釣り具屋さんか。あ、沖縄そうめんやってるのか。こっちの店はだいたい、あの入り口が常に開放されてるから、やってるかどうかが見た目じゃ分かんないですね。じゃあチケット買ってから放送しようかな。あっち見えてる、あれがさっき別れてきた人が通ってった八ヶ島行きの橋かな。あ、これだ。じゃあチケット買ってきます。この間に振り出したりしたら機材が、ま、全部ダメになるな。せっかくなので一応建物の中まではカメラ持っていきます。どんな様子かを見てもらうために。あ、伊是名駅と伊平屋か、行きのやつが別々になってるのか、売り場が。ってことは会社も違うのかな。夕暮れマラソン、マジックアワー、うーん、16時スタートか。ログアウトしました。Thank you.
往復で自転車両方込みで、あと環境協力税足して4810円です。あ、こっちか。特殊手荷物さて、あと35分くらいあるんですね。じゃあちょっと放送やっとこうかな。あ、そうだ、10時か。うん、乗り込む直前に別枠、次枠になるな。10時から予約しとくかな、めんどくさいから。大人の100円で。袋が200円引き、150円引きなのか。しまった、お互い忘れてきた。読み上げでかすぎ。
成功。あれ往復券で買ったのはいいんですけど、ええ、あいいのか失礼しました。当日より14日以内有効だから、当日限りが、今日の分ですよね。なるほど、あもう時間になってる。机の上に置いてるから若干早いよ。よいしょ。お待たせしました。予約枠、あのこれ予約枠にしとかないとあの船乗り込む瞬間に次枠取りしなきゃいけなくなるんで。というわけで今はですね、声言ってますよね。今はあの運転港のフェリーターミナルにいます。おはようございます。お願いします。扇風機、あ本当だ、あれはどうだろう、普通の涼む用の扇風機かな。でこのフェリーターミナルちょっと変わってて、どこに伊是名島です。ですね、あっちここで、まあ、入り口から入ると右の方にあるんですけど、あっちの方が伊是名島行きのフェリー、あの切符売り場と休憩所があって、であの反対側にもですねほとんど同じ構造の、伊平屋島行き切符売り場とあの同じ感じの休憩所があります。あの多分会社別なんだと思うんですけどね、建物が左右対称になってるんですよ、ほぼ。であとはそこに売店があるんですけどね、その売店の右側に伊平屋島行きのチケット売り場と休憩所があります。休憩所の様子までそっくりなんですよ。ちょっと見てもらおうかな。おはようございます。屋内で移動したらちょっと切れるかな。お、いらっしゃいませ。人、まあ、でもまだ30分ありますからね。伊平屋ソフト、そんなのあるんですか。で、ですね、ちょっとぐるっと回りますね。パタハイ持ってるから切れはしない、パタハイ1台は切れなければ網の対決。こっちがあの伊是名島行きの切符売り場と、あとテレビが置いてある休憩所、まずこれ覚えてください。でここトイレがあって、でここにはなんか熱帯っぽい魚がいて、魚の水槽があって、見えるかな、そう伊是名島寝られます。で建物入り口から見て反対側の方には伊平屋島行きの切符売り場と、ほとんど同じレイアウトだ、切符売り場とあと休憩所がテレビの位置まで対象になってるな。でこっちはトイレじゃなくて売店がありますね。そう伊是名島と伊平屋島こんな構造になってるんですね。ここで伊是名島と伊平屋島っていうのは近くにあるんですけど、この運転港から別々に行かないと、あの島同士はあの船が出てないんですよ。ですね、見えるかな、今から行こうとしているのがこの左下の方の伊是名島、ここからこう行くんですよね。で近くにある伊平屋島はまた別に運転港から行かなきゃダメなんですよ。琉球畳ってなんですか。テレビは地デジでしょう、全国そうなってるんじゃないですかね今。うん、なんか地デジっぽく見える。片道だけの、ん？片道だけ、どういうことだろう。同じ船で。そうですよね。でも多分会社別なんでしょうね、この扱い見ると。で、さっきチケット、往復の券買いました。ですね。千鳥への。
千鳥の柄、あ、そうなんですか。ちょっと見てみるか。これですかね。確かにヘリがないな。時間はですね、55分です。フェリーの時間は。これが琉球畳ってやつですか。あの畳、琉球畳っていうらしいです。ヘリがなくて市松模様になってる座布団みたいですね。正方形で、で、これが往復チケットで、往復船代プラス往復自転車乗せ代プラス、環境協力税100円足して4810円です。往復分で。あ、今行ってないや。切れてますね。さっき良かったのに、なんで。流れてないですね。いいぞ。あれ、電波悪くなった。さっき良かったのに。紙の目がこう交互になるように敷き詰めてるのは、あれは敷き方なんですかね。なんかですかね。千鳥模様っていう表現してたけど、あ、一瞬上がった。上がった上がった。なんでだ。電波状況良くなったみたいです。リロードを。それかこっちはコメントダウンロードできてないだけなのかな。一切反応が見えません。よいしょ。でちょっとこのぐらいの角度でいいかな。乗り込む前に買い物してきます。なんか面白いもあるかもしれない。こっち再設置しとくか。はい、ストリームは流れてるっぽいんだけどコメントとかが読み取れないな。お、来た。今朝ニコ生の調子悪いねが今読めました。じゃあちょっと買い物してきますね。チンスコ、あれ読み上げない。あ、行ってる行ってる。大丈夫ですね。ちょっと向こうに見える売店で買い物してきます。じゃあその間ホラフキーさん見てもらっておこうかな。はい、それ何の罰ゲームですか一体。うん、大丈夫ですね。よく聞こえ。いや、まあ迷惑っちゅうこともないですけどね。楽しいですね。ロゴさんとの、ライダーさんしばらくお会いしてないですね。元気かな。ロボさんとの付き合いは、そうですね、今回3年ぶりぐらいに年末のツーリングご一緒させていただいてますけど、それ前3年間ぐらいずっと、3年連続ぐらいですかね、で同行させてもらってたんですよね。今回だいぶ久々ですね。で、声入ってんのかな。
あ、ミミがまだ食べてないっす。あ、声 OK。 あ、ありがとうございます。もともと僕の友達がですね、ロボさんの大学の時の同級生っていうつながりがありまして、まあ、それで そっちの尻じゃないっすよ沖縄そばは、まあ、食べたっちゃ食べたんですけどね、スーパーので売ってたカップの沖縄そばだったんで、まあ、もうちょっとちゃんとしたのをこれからですね食べてみたいなと。ロボさん、はい、だそうですよ。もっと短髪にして髪が立つようにした方がいいらしいですよ。短髪にして、短髪か。確かになんか短髪の時に写った写真の中で、あ、これは結構いけるんじゃないかって自分で思ったこともあるぐらいですからね。今こんな感じ。もう1ヶ月以上来てないかな。で、引退について半袖で十分です。こうやったら支障があるようにするかな。ちゃんと A&W ですね。ビア、朝からビア、自転車乗るのにビア、金秀では買わなくて三栄ってとこで昨日買い物してきました。おっと、オートフォーカスこれビールじゃなくて、なんかビールの代用品っていう扱いだったらしいんですけど、もともと A&W ってどこだっけ、アメリカの会社なんでしたっけの、ですね、サロンパサージのドクターペッパーです。サロンパサージのドクターペッパーっていう表現が一番近いと思う今のところ。私も確か昔何かのホームページか何かでそういう表現見たんですけどね。バーバーで自愛カット、ゴブ狩りは前に似合わなかったんですよね。あとやっぱりん、読めますか。サロンパス食べた、いや匂いだけで分かりますよね。こんな感じ、上から紙が貼ってありますね。うん、輸入品ですねやっぱり。で、成分表示が無効基準だからよく分からん禁酒法、いやどうだったかな。でもビールの酒の代用品って扱いではあったと思うんですよね早く飲めるか、結構きついですよこれ。砂糖 45g か、 45g って 100g の半分ぐらいですよね。そりゃすごいな、砂糖多そうですね。で、売ってるものやっぱりあ、そうだ、まだまだ見せたいものがあるんだった。45g、 ちょっと待ってください。今売店の中で写真撮ってきたんで、例えばお弁当とか売ってるんですけどね。うん、でちょっと反射はひどいな。これでいいかな。このお弁当のなんかすごいところはこれかな。これ三品茶が入ってますね。うん、本当にどこでも入ってますね、三品茶。映ってんのかな、近すぎるか。これお弁当300円から400円ぐらいです、お弁当安いですよね。あとは値段書いてなかったけど、こ
これは150円クラスじゃないんだろうか。150円か200円ぐらいじゃないですかね。おにぎりセット、おにぎりと揚げ物のセット、350の45g、7分の1マジか。確かにそう、7分の1か8分の1ぐらいありますね。マジか。イラブチャーがブダイでしたよね。今回魚はですね、グル君しか食ってない。まだスパムおにぎりはそれ見てないな。前確かあのスパっていうコンビニにスパム系のいろいろあったんですけどね、スパムおにぎり。あ、そうだ、フォーカス、女売店、女売店ってひらがなで書くと支障ありそうですね。女さんは今回高速バスで通過しただけなんで降りてないんですよ。自転車乗り、いらっしゃいませ。アメリカ人か。じゃあいただきます。朝からビアで乾杯。サロンパス。そう、あの恩人の恩に納めるって書いて女ですね、女村。うん、今回沖縄です。あの本当にシャレならないのが暖かいです。今日半袖でも汗かくぐらいですよ。うん、しかし7、8分の1が砂糖って書かれるとかなり抵抗あるな。あの流行りの砂糖不使用とかでもなんでもないです。ガンガン砂糖使ってあるんですよね。そう、消費しないと。バス輪行は、いや、あのこっちの方はバスはですね、あの混んでるところでなければ基本大丈夫だと思います。昨日ツイッターに書いた写真載せたんですけど、あの空いてる座席使っていいって言われて、あの座席2人分丸々使ってあの輪行袋置いときました。そう、サロンパス。沖縄市、那覇市じゃなくて。あ、宅急便の本当暖かいんですよ今。あの年末に寒さ全く気にせずに気楽な格好でいられるっていうのはですね、すごい楽です。これまであの年末は四国とか比較的暖かいところ行ってたんですけど、あの、旅費で考えるともしかしたら四国に来るよりこっちに来た方が安いかもしれない。自転車は輪行できました。ちょっとそれよりさっきのコメント今流れてしまいました。20度、あ、そうそう、それ聞きました。20度下回るとこたつが出るんでしたよね。そう、扇風機。ツールド沖縄は11月だったみたいですね。やっぱりこっちの人のツールド沖縄の認知度はすごい高くて、あのホテルでもツールド沖縄ですかっていう風な、あ、なんか買ってきた。おっとっとっと、多分アナウンス流れると思います。でも普通15分前にはもう大体アナウンス流れてるもんなんですけどね。これはホラッキーさんが貼ってきたのはこちら。ピントどこだ、ピント、この辺りか。沖縄県県産、沖縄県産黒糖は 50%、 残り 50% はどこか別のなんですね。あ、いただきます。やっと、じゃあ2本いただいちゃっていいですか。どうぞどうぞ、受かりますね。よいしょ。あ、ピント戻して、うわ、本当に黒糖すごい濃いですね。これはあの、あ、カバヤのプリッツじゃなくてプレッツェルなんですね、カバヤ。私です。沖縄住んで本土の試合に、ん、ケリン選手、うん、相棒対決、今回の 相棒の方です。そうです、ホラフキーさんです。2年前かな3年前かな四国旅行で放送で一緒だったのは3年前ですかね。で、放送する前から一緒に走ってたんですけどね。ラブラブか。今回の、今回は、400ですね、4泊5日。うん、あったかいとこで、ほんとあったかくて楽ですよ。あの、
本当か、年末旅行、毎回ここにしようかと思ってるぐらい楽です。すんごい楽。運休飛行機輪行はいつもの、ですね、飛行機輪行でいつもと違うのはペダル外すのとリアディレイラーを外して縛り、フレームに縛り付けるのと、あとチェーンリングにそのチェーンがかかっている状態でそれを縛って固定することです。チェーンリングからチェーン外れるとかなり危ないんで。配信はですね、僕いずれも一切やってなかった。今回普通通りですか。フラフキーさん今回いつも通り の電車輪行と同じパッキングで来たそうです。でもロードバイクで全然支障ないんですよね。ないこともないですよ。明らかに割れたりとかずれたりっていうのは今のところ起きてないですよね。私は前にリアディレイラーがちょっと調整が変わったかなと思ったことがあったんで今外してやってるんですけどね。まあ念のためですね。でいつまで配信はフェリー乗って電波切れるまで。さすがに途中電波ないと思います。黒糖味は結局かりんと、いやプレッツェルにそのまま黒糖の味が重なってる感じ。黒糖のコクっていうんですかね。ああ砂糖梅。画像が、あ、そうですか。ナイキを捨てる気だ。いやいや心旅で、ああそう、今度沖縄に行くみたいですね。なんかそれを匂わすコメントがあったと思うんで。サロンパスタージュ、いや私これ結構好きなんですよ。もう一遍飲みたいなと思ってたんですけど、石垣島の方にしか、八重山の方にしかないかなと思ったら、今というか昔からなのかな。沖縄本島側にもあるんですね。昔から流通してんのかなこれ。ルートビア、メイドウィズエイジドバニラ、バニラも入ってるのか。バニラビーンズみたいな。セムカリとかサロンパスタージュは好きですけどね。フォーク折れてたら、フォーク私が気にするのはスポークあたりかな。スポークとあとディレイラーの調整が変わるとかそのぐらい。ひろゆきが好きな飲み物、ひろゆきってあの偉い人のことですかね。湿布の味、湿布の味ですね。サロンパスとか湿布の味、味っていうかの匂い。あ、あ、もう行かなきゃダメですね。ちょっとルートビア飲みきれない。乗り込みますか。じゃあちょっと慌ただしくなりますけど乗り込みます。よう、電波どこまで来れるかな。てらっしゃい。いや皆さんの映像的には一緒に乗り込むんですよ。あ、ルートビアの写真撮るの忘れた。まあいいか。